こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。まあ DeNA が調子いいよな。そうですね、5連勝中。そのやっぱりね、はい、躍進の原因っていうのは、はい、まあまあ言えばピッチャーが良くなったよね。ああ、なるほどね。今永がすごく良くなった、はい、で今永ってやっぱこうエースじゃない。はい。でエースが勝てると大きいよね。これなんでかというとさ、はい、まあ、例えば巨人も連勝してるよね、はい、ここのとこ、はい、なぜかというとやっぱ菅野がしっかりしてきたということ、はい、パ・リーグに目を移せば千賀が勝てなくなった。そうですね、3連敗、はい、ね、そうなってくるとチームってぐらつき始めるんだよね。だけどここに来て DeNA の投手陣が良くなってきた、はい、なんでだと。エースがやっぱりしっかり投げてくれるしっかり投げてくれる、はい、だからその要因としたらさ、はい、今永を疲れてる時にラミレスがラミちゃんが5回で絶対下ろしてたんだよね、はい、疲れを試させないために。そう、はい、で、はい、勝負どころに入ってきてからあいつ完封とかしたじゃん、はいはい、休ませた力がここに来て出てるんだよ、はい。あ、なるほど。だから戦略とすれば、はい、すごくこう1シーズンを考えた戦略を、はい、ラミレスはしてるということだよ。だからこれはやっぱ大したもんなんだ。だから他のピッチャーにもそういう配慮をしてると。でも行ける時には行かせるというさ、はい、そういうメリハリっていうものがここに来て、はい、しっかり出てるということだよね。戦略ですね。戦略、それと、はい、国吉が良くなった。国吉っていうのはセットアッパーとか、はい、まあ、中継ぎに入ったりだとかいろいろしてたんだけど、はい、ここに来て安定感が出てきたね。だからこういう、まあ、投手陣、まあ、三島もいいし、はい、まあ、山崎康明もクローザーでちょっと一回やられたけどジャイアンツ戦で、はい、だけどほぼ安定して戦ってくれてる、うん、だからピッチャーっていうのは勝負の7割を背負ってるからね。あ、野球の。なるほど、うん、だからそこら辺がしっかりしてきた。これはすごく大きいこと。それとやっぱ梶谷が出てきた、うん、いきなり使われてホームラン打つとか、はいはい、やっぱね力あるんだあいつ。であいつのスタイルをラミちゃんは嫌いなんだよね、はい、いい加減なんだよ見えるんだよ三振の仕方とか、はい、でも使うとやっぱりやるんだよ。そうやってホームラン打ったりだとか、はいはい、でああいう起爆剤がやっぱ DeNA にはいたということだ、はい、で使ってみたらやったみたいな、はい、次も代打でホームラン打ったのかな、はい、打ったとかで決勝タイムリー打ったとか、はい、やっぱ実力あるんだよ、うん、そういう人間がくすぶってるまだ、はいはい、で上げて使う、それがうまく機能する、うん、ね、そりゃさ優勝争いしてる時にさ、はい、上げられてやらないやつはいないよね、うん、こんな時上げ上がってとかないよ ね, ね。いやもうここチャンスってやるから目の前を変えて、はい、だからそういう意味では、まあ、宮崎の故障をね誰が埋めるかって、はい、伊藤幸也とかさ、はい、右バッターのいきなり出てきてホームラン打つとか、はい、だからやっぱりいい選手がやっぱいるんだよね、うん、だから層が厚くなってきてる。でラミちゃんも思い切って抜擢して使う。で昨日30日、はい、浜口が内転筋を痛めた、急遽降板。ほんで葛西っていう若いのを使ってきた、はい、で葛西大丈夫みたいな。でも4イニングで1点しか取られなくてゲームをしっかり作れた、はいはい、だからそういうところで若手を使ったりくすぶってたベテランを上げると。あー、なるほどね。やっぱチームがうまく回り出すんだよね。で若手は伸びるし、はいはい、自信にもなるし、そうなるとおっしゃる。くすぶってたベテランはやっぱここぞとばかりに、はい、ここ勝負やと思うじゃん。そのチームが勝負じゃなくて自分自身が、はい、だからそういった意味ではもういい効果を与えてるよね。あ、だからうまくいってるチームが。だからおそらく、まあ、優勝は巨人がするかもわかんないけど、はい、クライマックスは本拠地で迎えられるんじゃない、はい、2位になるという。確かに。うん、で広島なんでダメかというとやっぱちょっと肝心なところでミスが出始めてるね。うん、これは痛い。チームとしてネットでも自爆って書いてたんで、
まあ自爆だよ、ね、まあ自爆もするけど、はい、今年どうなんかこううまくいってないよね、はいはい、チームの中というかこう全体的にこう勢いが出る時と、はい、完全に失う時と今もう失ってる時だよね。でもまあモチベートすれば、はい、やっぱどうしても2位になりたいっていうのが出てくれば、はいはいはい、はもうあれだけどね。こういう時豊さんが監督やったら広島に対してどういう話をします？まずね、はい、みんなで食事会やるな。おー、うん、美味しい焼肉でも食いながらとりあえず頑張ろうぜみたいな、はいはいね、はい、やっぱりさ最近若い人って酒を飲まずに上司から誘われたらなんかパワハラだとかいろいろあるじゃん、はい、そうじゃなくて、はい、やっぱ心を一つにしようと思ったら同じ鍋をつつくとか、あーなるほど、ね、そういうことしなきゃいけないと思うんだよ、はい、でやっぱりこういうチームが暗くなった時にどうすればいいかというと、やっぱり積極的に疲弊してる選手たちに声をかけてあげる、うん、で昔の話でさこういう話があるんだよ。兵隊が足を切ってもう海が溜まっちゃったとね、はい、そしたらそのトップの人間がその家に出向き、はい、その海を口で吸って出したって言うんだよ。それを見てた母親は泣いたって言うんだよ。それなんで泣いたと、まあ、トップの人がわざわざこう家に来てその自分を犠牲にしてじゃないですけど自分を使ってそのやる姿海を出したっていう、はい、その姿に感動したということ、はい、そう違うんだよ。母親の涙は違うんです。違う、はいはい、それをやったら、はい、息子はもう死ぬと思ったらしい、命をこの人にこの一番トップに、はい、まあ野球だったら監督に命を捧げるだろうって、はい、そこまでやってもらった。だから息子はこの人のために命を投げ打って戦うだろうっていうのが想像できたらしいよ。すごい読んでますね、その母親、うん、いやだから深いでしょ、はい、だから、はい、やっぱそのぐらいのことをやる、はい、例えば食事をして、はい、みんなの士気を高めて、はい、頑張ろうぜってみんなで死ぬ時は死のうみたいな、うん、そのぐらいなんかこう一致団結というかさ、はいはい、そういうことを求めるね。はあ、なるほどね。だからこれは何言ってでも何話してもさ、はい、通じるものは通じるけど何言ってんだって言うやつは言うじゃない、うん、でも、はい、みんなで食事した時にね、いろんな話が出てくるよ、はい、それ今の時期だったら野球のことしか話さないから、そうですよね、こうやったら頑張れるんじゃないかとかこうやったら勝てるんじゃないかとかこうやるから負けるんだよとか、はい、そういうのでもいいから話を野球の話にも特化させるというか野球に向かわせる。みんなで食事したら、はいはい、絶対野球のことしか喋らないもん。そうなりますよね。そうなるよ今今だからそういうことが必要だと。だから DeNA ももう一つ勢いを増すんだったら、はい、今広島行ってるけど広島焼肉屋うまいとこあるんだよ、広島もう食の宝庫というかさ、広島焼き、広島焼きもあるし、はい、いろんなところがある。そこに決起集会ってよし、ここからもう一度優勝を目指してみようって、はい、それは数字的には難しいかもわからないけども、はいはい、もう一回追っかけてみようって巨人をって、そのぐらいやると広島が気にならなくなるよ。あ、広島と2位3位争いしてるから、はいはい、だからそうじゃなくてもう士気を高めるため優勝上を目指すために、はい、そういうことをやってもいいなっていうふうに思うな。なるほどね。やっぱモックもあれなの、酒飲むと、はい、よしやろうぜみたいな、お前暑いからね、酒飲むとね暑さしかないからな。そうですね、お前暑苦しいんだよね、酒飲むと。そうですね。いや、だけどそういうことが次の日の活力になってくるということ。うん、だから横浜は、はい、あのこのまま俺は DeNA は行くと思うけど、はい、でももう一つクライマックスに向けて、はい、ね、一つになるんだったらそういう決起集会だとかそういうものは負けてる時にはよくやるんだよ、はい、士気を高めるために。でも勝ってる時こそもう一度固めるために、はいはい、勝ってる時調子のいい時ほど人間って聞き入れるじゃない、はい、確かに。もう一つ上があるんだから、はい、だから今がチャンスだと。ああなるほど、うん、そしたら日本シリーズまでいけるかもが、なぜかというと巨人が DeNA を嫌ってるから、うん、
戦いにくさを感じてるんだ、はいはい、ね、だから頑張ってください。もっともっと DeNA がセ・リーグを盛り上げてください。お願いします。お願いします。